が自分の人生の中で、まあ、どのようにして、まあ、この神が分かったかというね、そういうこのね、すみね、そしてまあイエス様の十字架ね、の救いをですね、この真理系がね、まあ一つはパッケージになるんですけど、まあ神様の愛が分かってから罪が分かるという場合もありますしね、いろいろまあこの前後関係はいろいろあると思いますけどね、まあどちらにしてもこの罪が分からないと十字架が分からないというね、関係にあるんですね。まあ、私自身もこの教会に行き始めてですね、まあ、19、30年ですけど、まあ、非常にこう雰囲気は良かったんですけども、まあ、罪が分からない、ね、から十字架が分からないというね、それほど罪深くないと思ってますから、で、まあ、まあ、リバイバルジャパンの、まあ、シリーズの中に少し証を書いたんですけども、まあ、教会の祈祷会で一番最初でですね、招かれ誘われて出て、一番最初に祈ったのが、まあ、神様の罪が分かりませんというね、なかなか罪の罪人であることを分かるように教えてください、で、その後ですね、ものすごく神様を深く、ね、働かれてね、罪がはっきり分かってきた、半年ぐらいね、いろいろなことを通してね、で、私にとってやっぱり非常に、まあ、助けになったのは三浦綾子さんのね、まあ、光あるうちにとか経典とかね、三浦綾子文学というかね、まあ、伝道的な、まあ、説教のような分かりやすい小説ですけども、それは非常に助けになりますね、罪が、罪とはどういうものかね、あと、まあ、夏目漱石の心とかね、からまあ、太宰治の人間失格とかね、まあ、結構、まあ、学生時代文学というか親しんでましたね、非常にまあ結構人間の自我とか罪の問題はみんな扱ってるんですよね、でそういうことで、まあ、非常に深くこう心内面を照らされて、で聖書の中ではやはりこのね三条の水君ですね、情欲を抱いてもとね、勘違いはならないだけじゃなし、ね、殺してはならないだけじゃなし、まあ、憎しみとかね、嫉妬とかね、それがまあそういう性質だから、まあその性質を持ってるいうこと自体がもう犯罪者の印であるというかね、永遠の滅びに値する存在であるというかね、そういうことが深く照らされて、僕が罪を犯してるわけじゃないけども自分が罪人だというね、神様の前にね、そのこと深く分かってですね、十字架救いね、特に、復活の再創造のね力というかね、いうものに対する信仰が非常に強かったですね、雨土作る力は私たち心も作り変えるというね、そういう方であるんですね、まあ、ローマ書の4章のアブラハムローマ7章のね、大事な問題ですよね、まあ、そういう面でこの罪の問題ね、まあ、私たちの福音理解ね、福音理解の中で、まあ、聖書からね、を、まあ、私で見ていくときに、神様ね、ね、おられね、清いね、そして人間ね、しかしまあ清い神様の前にね、滅ぶべき罪人であるね、そのことが分かるとですね、このキリスト救い主の、まあ、絶対的な必要性がね出てくるね。だからまあ神ね、罪救いとね、
あるね、まああのキリスト論、まあ聖霊論はまあ救いの恵みのね、キリストの恵みの適用してくださる方であり、この救済論ね、そして集合的な意味での教会論、そして完成としての終末論ですね。ある面でまあ、 あのここ全体がまあいたらね、神様の前に堕落した人間、また地蔵仏世界がですね、あがなわれて完成されるというね、まあ神、罪、救いというね、まあそういう、構造ですよね、創造、ね、ね、堕落、ね、イエス・キリストにある、聖霊によるね、この、まあ、食材ね、イエス・キリストにあるね、食材の恵み、恵みに根ざすね、根ざしたね、聖霊の日夜ね、まあ食材ね、あがないと、まあ完成というかね、まああがなれて、そしてまあ新しい点、新しい地ね、創造の目的が完成するというね、創造堕落食材というね、これがまあ聖書の根本的なね、構造ですよね、うん、でまあまあ罪論をどのように学んでいくかっていうね、まあ限られている時間なので、まあ本質的なことと、まあ輪郭を学んだ後は、まあ、タグリ、リラグリ、シグリとかね、よく、そうよく読んでもらいますね。では、罪の本質の部分ですね、27章。まあ、結構、紹介なんですね。言語の分析とかされているわけですけども、まあ罪についてもですね、ものすごい関連用語がね、たくさんあるというかね、いうことがまあ一つ言えると思いますね。罪に関するですね、罪と言い換えても差し支えないようは極めて多く。まあ、神学者によって異なるわけですが、そのような言葉は大体5、60はあるというね、いうふうに言われているわけですね。だから、まあ、その用語をですね、まあ、結構、エリクソンは、取り上げてね、やってると思います。で、まあ、このような取り組みのですね、背景というかね、まあ、一つは、まあ、もう少し、まあ、昔はね、単純に、罪ね、いう問題を捉えてたようなところがあると思うんですけども、ね、やはりエリクソンの、ま、神学の特徴というのはね、ま、神学方法論とかの聖書批評学のテーマ扱ってますけどね、この、ま、18世紀からの啓蒙主義思想、そして、19世紀の、ま、リベラル神学ね、中でですね、非常にこの聖書のね、聖書だけじゃなしにですね、このまあ聖書のですね、周辺のね、周辺のまあいたらこの資料の研究が非常にまあまあ進展したとね、だからまあこの
TDMT と言われている、まあ、新約聖書神学辞典とかね、こういうのもまあどう言いますか、まあいろいろまあ見てもらったら、罪の箇所とかね、そんなの見てもらったら分かりますけども。まあ、要するにこの周辺世界ですね。周辺世界におけるまあ言ったらその用語ですね。まあ罪に関する用語でもまあいろいろ五六十はあるというですね。それがどういう意味を持つのかね。でまたこのまああの旧約聖書ね、新約聖書でまあどのようにこれがね理解され扱われたのかとかね、いうこの用語の研究ですね、用語の研究というのがまあ結構まあ進展したね、でそれでまあいろいろこうそういうものを取り上げてね、まあ神学の研究の豊かさをね、まあ生かしているとね。ということですね。でまあ最終的にはまあこのまあリベラル神学なんかはですね、まあそういう辺では聖書館がね、にいろいろですね、私から見たらまあ課題を持ってますからね。まあかなりこういろいろな伝統的な罪理解からもですね、まあちょっとそれていく方向があるし、リベラルね。でまたこのその反動としてのファンダメンタルですね。まあ聖書言葉通りというね、ことにこだわるところではですね、まあ、逆の面でまあこのどういうかその聖書の用語の意味のね。なんていうかもっとこう柔軟性というか多様性というのをねあまりこの目配りせずに何かこう解釈してしまうために、まあ、聖書の本来の意味というかね聖書ね聖書本来の意味からまあまあ逸脱していくというねそういうまあ傾向がまあ両方にあるわけですね。まあ、そういう面で、まあ、エリクソンなんかの、まあ、基本的なスタンスというのはですね、リフォーミングファンダメンタリズムですね。もともとはこういう生まれた伝統の中に民派はあるわけですけども、まあ、その課題をですね、克服するというね、ファンダメンタリズムのファンダメンタリズム、ね、の、まあ、内包する、ね、課題を克服するというね、まあ、そういう特徴がね、まあ、こういう罪という言葉 の, まあ、非常にくどいぐらい、ね、丁寧な扱いにも、まあ、現れているかなという、ねと思います。あまりこちらにですね、こうなっていくとですね、ほとんど前のこちらのですね、まあ、例えば、まあ、聖書批評学的なね、聖書批評学の、まあ、言ったら、この、まあ、周辺世界のいろんな資料をも生かしてですね、こう、本来の聖書が言わんとしている意味をですね、より正確に認めていこうという努力もにも耳を貸さなくなるというかね、そういうまあある面です、もうなんていうかもうそういうですね、サングラスかけて聖書を読んでしまってね、聖書が見えなくなるというね、そういうまあ傾向もちょっとこちらにはあると思うんですね。まあそういう面でこうエリクソン神学全体がまあこういう構造で書かれているということですね。
まあ、そのことを一つ、まあ、心に留めてもらったらいいかなと思いますね。でそれで、まあ罪の本質ですね、いうことですけども、まあ、これはですね、エリクソンのこの章も含めてですね、まあ、聖書神学辞典とかですねの、まあ、いろんなそういう、どう言いますか、功績を取り入れてね、まあ、聖書神学辞典ね、まあ、全部の言葉を扱ってるわけじゃないですけどね、聖書神学辞典ねいうものが、まあ、命の言葉じゃの、まあ、50周年から60周年から記念事業として取り組まれたわけですね。でこれはその背景としてはやはりこのリベラ世界でこういうですね、これは新約聖書神学辞典ですけれども、もういろんな聖書の主要な言葉ですね、ついてもまあ、こういう周辺世界のですね、研究資料をですね、どんどん取り入れてね、まあ、もっと立体的に、まあ、言葉の意味をね、まあ、解き明かした辞典なんですね。それが、まあ、旧約と、まあ、新約が先に新約ができて旧約ができて合わせて、まあ、20数巻になるわけですけども、まあ、それの、まあまあ、エッセンスを、まあね、それのですねやはりその中のね、良きものね、良きものをですね生かして、まあ、こういう課題と取り組んだ、まあ、辞典であると言えると思うんですね。まあ、それでですね、まあ、罪という事柄ですね、まあ、いろんな言葉についてこのそういう取り組みがなされてたんですけども、まあ、このことはですね、クイーン派の、まあ教職者全体がですね、まあ、そういうこの取り組みをね、まあ、いろんな進学校、まあ、取り組み遅れてる進学校もあるわけですけども、そういう取り組みをですね、まあ、あらゆるレベルで、まあ、取り組むようになってきているというね、ことだと思いますね。で、まあ、ポイントだけ見ていきますけども、まあ、聖書においてですね、罪は最大の関心事の一つであると、ね、この人類史の冒頭に現れている罪、ね、罪はすでにですね、このね、創世記、ね、三章、ね、創造、良いもの創造、そして堕落があったというね、なぜこういう書き方になっているかとですね、1章からですね、11章というのはですね、12章から展開する救済史の、まあ、言ったら前提だからですね、ね、まあ、前提であるね、ある神学者はね、1章から11章はですね、12章から遡るように書かれたと言ってもいいぐらいであるね、救いをもたらすためには堕落がないといけないわけですよね。